早速なんですけどね、僕ちょっとずっと憧れてることがありまして、おお、いいじゃないですかね、憧れ持ってるっていうね。やっぱりね、結婚めちゃくちゃ憧れてるじゃないですか。結婚はいいよね。うん、その結婚生活の中でね、僕一番やりたいことがありまして、そりゃもう夢があるでしょうよ、いっぱいやりたいことあるでしょう。そんなこと一番って何があるんでしょうね。天井に張り付きたい。待て待て待て、天井、多くの方が説明を求めているぞ。それはもう一括やってください。じゃあ僕が夫になって、あなたが夢になってもらって、それやっ偉大なるベイビー様を天井へ召喚いたしました。この方にお力をいただき、嫁様を驚かせて死んぜよう。え皆さん、これは怖いんじゃないですか。もち雪みたいくつ大福大福もち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 なんなんや大福もち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 、あーあーあー、もちもち雪みたいくつ。着替えなさいな。雪見大福食べる。ご飯食べてからや。雪見大福食べてからや。ご飯食べて、手洗って着替えて、シャワー浴びてご飯食べてからや。これ何やカーディガン。洗濯すんの？え、まだまだしない。なんか本当におじさんがいるのかと思った一瞬。キモっ。思った通りめちゃめちゃええな。なんでもうええわ。どうもありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。もしモフフちょっと応援してもいいかなと思ったら、チャンネル登録ポチッとお願いします。もっと応援したくてもええでという方は、高評価コメントもよろしくお願いします。 Twitter のフォローやシェアもしてくれたらとっても嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。